本日はですね、こちらノースフェイスのヒムフリースを紹介していきたいなというふうに思います。まあ、またまた派手なフリース紹介してきたなという感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとね、僕黄色系がやっぱりどうしても好きなんで、どうしても黄色系を買っちゃうんですけども、これがですね、今年、今シーズン2020年、2021年の秋冬から新作として発売されたアイテムになっているので、今まで実はノースフェイスでは取り扱いはなかったんですけど、今回から初めて取り扱いがあるということなんで、まあ、それなら購入しようということで購入はしたんですけども、やっぱりいかんせん新作なので、よくお声いただいてたんですよね。購入してレビューちょっと一回してくださいみたいな感じで、どんなんかちょっとわからないんですっていうのをお声いただいてたんで、まあ、購入はしたんですけども、これね、パッて単体とかで見てもらったりとか、よくオンラインとかで通販とかで買おうと思った時の画像とか見てもですね、なんかちょっと可愛らしい感じかなみたいな、あんまりこうピンとこうへんなっていう方結構多いと思うんですよね。それこそ僕もこれパッて見てて、この今映像を見てる段階でもそんなめちゃくちゃええかなという感じは正直してるんですよ。ただこれがいいのっていうのがですね、意外と来たらハマるんですよね。こんな黄色でなんか子供っぽい感じの、昔幼稚園の時とかに着てた、子供の時に着てたね、スモックみたいな感じのなんか可愛らしいイメージかなと思いながらも、着てみると、あ、これ意外といけるやんということになってて、しかもなおかつ今年から発売されたばっかりやから、あんまりまあまあ着てる人も少ないんかなとかっていうところもあったりするので、まあこのフリースの紹介をしていきたいなというふうには思うんですけども、まあこの段階でですね、もうめちゃくちゃデメリットも一個あるんですよね。だからそれはもしかしたらこの映像を見ていただいている方は気づくかもしれないですが、ほとんどの方は気づかないと思いますが、まあそういった特徴とかデメリットもあったりするので、まあ今日流れとしてですね、まずいつも通り形とか見てもらって、こういった右肩にワッペンがあったりするんですね。でワッペンがあったりするので、それはなんでワッペンがあるんかとかっていう、まあ、特徴とかも話をしていって、次にデメリットですね。とは言いながらも、ここはめちゃくちゃデメリットやから、正直このデメリット聞いて買うのやめる人結構いてはると思うんですよね。だからまあここのデメリットを言ってですね、その次におすすめの人、こういう人にはいいと思いますよっていう感じでお話しして、で最後はサイズ感で終わりにしたいなというふうに思います。まずは形から見ていきましょうか。これはですね、ヒムフリースに関しては全部フードがついてるんですね。だからフードがあるタイプになってて、前はジップがあるので、着用脱ぎ着する際はこのジップを開けて着脱するのが可能なんですけど、ジップに関してはハーフジップなんですね。だからちょうどなんていうんですかね、お手首の横っていうか中央ぐらいまでしかジップは開かないので、もう完全にフルジップっていうことではないんですけど、ハーフジップが採用されてて、次ポケットがですね、これはハンドウォーマーポケットのこの両脇にあるポケットタイプじゃなくて、なんていうんですか、ドラえもんポケットみたいな感じで、まあ、カンガルーポケットっていうんですけどね、この要はなんていうんですか、砂場でトンネル掘った時にこう手と手が合致するじゃないですか。あんな感じで中と中は貫通してあるんですよね。なので例えばこの間に物干しさを突っ込んでもらってもいいですし、右から彼女、左から自分の手をつないで、手をつないで仲良く行ってもらってもいいですし、ありとあらゆる使い方ができるということになってますね。そしてこれ面白いのはですね、両サイドのところに、ジップがあるんですね。このジップがあるっていうのが、まあ、これ後々喋ってはいくんですけども、結構重要なところになってて、まあ、特徴的な部分ではあったりするので、まあ、そんなも話するし、あとはですね、この袖口の、リブがですね、なんですか、ゴムがあって、あんまり今までノースフェイスでは見たことないような感じのリブが採用されてるんですね。これ僕個人的には結構好きなところなんですけど、まあ、こういうのがあったりだとか、まあ、あとはパッて見てもらったらわかる通り、黄色と黒の、この、なんていうんですか、切り返しがあって、この黒の部分でいうとちゃんと何ていうんですかね、リュックとか背負った時とかも毛玉とかなりにくかったりするし、強度があったりする。あと肘とかもね、こうやってついてギューって滑ったりとかしても全然問題ないというような感じになってるっていうのが、まあ、外観の特徴というか、まあ、形かなというふうに思います。一応ロゴはですね、表の左側にあって、裏側は後ろのとこに型にあるので、まあ、いつも通りの感じですねということにはなってるんですが、次はじゃあ特徴、どんな特徴があるんかっていうところをいきたいなというふうに思うんですけど、ちょっと目が悪くて最近見えてないんですけど、はい、まず一つ目がですね、生地が結構肉厚なんですよね。で、生地が肉厚っていうことで、まあ、どんな生地採用してんのを言うとですね、ちょうどノースフェイスでわかる有名なデナリジャケットっていうフリースがあるんですね。それと全く同じフリースを採用されてるんですよ。ほんならこれ原価安になっとるやないかいい感じだと思うんですけど、なんやったらデナリより高いんですよね。やけど、まあ、デナリと同じようなフリースが使われてる。なのでイメージしてもらったら分かる通り、結構寒い冬場とかに使ったりしても全然いける感じですし、まあ、結構しっかりした生地感のフリース使ってんなっていうような印象があるかなと思います。まあなので見た目から見て分かると思うんですけど、どっちかっていうとパーカーをフリースにしました感があるというか、どうしてもパーカーってその肉厚にすればするほど何ですか、あったかいのはいいんですけど、次は洗濯とかした時にこの首元乾かへんとかあるじゃないですか。だからそれがちょっと微妙やなと思うはる方いらっしゃると思うんですけど、それを丸ごとパーカーじゃなくてフリースにしちゃったよみたいな。だからフリース
ースにしたから乾くめっちゃ早いしもっとあったかいよみたいな感じになってるっていうふうに、まあ、思ってもらったら分かりやすいかなと思います。でちなみにですね、その生地自体もこれはリサイクルされた生地を採用されてるってことなんで、まあ、環境にもちゃんと配慮されてるし、ここノースフェイスに 1,2 年ぐらいかな、なんかそういったフリースが増えてきているんですよね。だからまあパタゴニアの後を追ってるというか、まあ、ちゃんと環境も配慮してるよというような感じのフリースが使われてて、ちゃんと肉厚な感じですよということで、まあ、イメージどんなんて言ったらパーカーのフリース前の思ってくださいみたいな感じですよねっていうざっくりした話をして、次には着脱がめちゃくちゃ楽なんですよね。まあなんでかっていうと、最初言ったハーフジップのお手首の中央でまでジップが下がるっていうのもそうなんですけども、次はですね、この横側に割れ目を作れるんですよね。まあ、割れ目と言ったらちょっと卑猥な言葉かもしれませんが、普通割れ目と言ったら真ん中にありますよね。真ん中の後ろ側にピュッて一個割れ目があると思うんですけど、これに関しては両サイドにも割れ目を入れちゃうんですよ。これ何がいいかっていうと、あ、片方だけだ、左側だけでした、左側だけに割れ目を入れちゃえるんですよね。でこれをすることで、例えばこういったロンティー着てますよと、ほんで次にはスウェット着てますよって言った状態からでもスムーズに着脱ができるんですよ。一回着てみましょうか。この左のところの割れ目をピュッて開けて、ほんでハーフジップ下げて、でこんな感じで着れるんですよね。だから結構脱ぎ着がしやすいんですよ。こうちっちゃくてあーっていうのがなくて、でまた着た後はギュッて締めてあげればいいし、こっちもギュッて締めてあげれば全然着にくいとかっていうのはないので、これパッて見てみたらどうですか、こう着てる感じの方が良くないですか。見てる感じはうわスモックフリースですやんとかって思ったけど、着てみたらあ意外といけるフリースですやんって感じだと思うので、まあそういった着脱が楽ですよということになってる。このままいきますね。次の特徴としてはですね、こちらにエクスペディション、こんな感じだったな、こちらにエクスペディションというロゴが入ってるんですね。マークみたいなのが入ってるんですけど、このエクスペディションシステムっていうのが、このロゴが入ってるっていうのが、まあ言ったらなんていうんですかね、まあ一応このフリースの特徴ではあるんですけど、まあ、そやからって別に目新しいシステムがあるわけじゃなくて、エクスペディションって何ですのっていうことになってくるんですね。まあ意味としては登山とか探検とかっていう意味があるんですね。だからまあそういった過酷な状態で使われるヒマラヤンパーカーとかにも入ってたりするんですけど、このエクスペディションシリーズの中の一つのフリースですよっていうことになってるので、まあそんだけ寒いとこでも使えるような感じっていう意味合いはあると思うんですけど、実際問題そんな探検とか登山で使う用としてはあんま考えられてないんかなとかって思ったりするので、まあ街中で着る分に全然問題ないんちゃうかなというふうに思います。だからこのロゴに関しては一応登山とかっていうふうになってはいてるけども、こんだけ肉厚で分厚いフリースって持ち運びもしづらいし、てかといって動きづらさもちょっと動きづらかったりするって考えたら、まあ登山っていうよりかはまあそういった最高級モデルを意識した街用のフリースっていうイメージなんかなと、まあ、個人的には思っているので、まあ、そういったエクスペディションでこのロゴが入ってるっていうのもまあ一つの特徴であるし、なんでそういう意味があるのっていうと、登山とか探検隊とかそういう探求隊とかそういうところの文字から取ってきますよと。だからこれのダウンバージョンもあるんですね。ヒムダウンパーカーっていうのもあったりするんですけど、それも全く同じようにエクスペディションシリーズっていうところで、そういった最高峰の寒いところのスペックでも着れるようにちょっと街中で落とし込んでるというか、まあ、そういった感じの、まあ、イメージで僕は捉えてるんですけど、まあ、そんな感じが特徴かなというふうに思います。では次はじゃあデメリット、どこがちょっと悪いんかっていうとですね、このフリースね、もうこの今の段階で悪いところがもう1個あるんですけど、何かっていうと、このね黒いところを見てもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃこのフリースの毛が抜けるんですよね。でそれこそ今まで僕ノースフェイスのフリースでこんな毛抜けたことないんですよ。でも今回のこのヒムフリースに関しては、黄色やから余計目立つと言われるは確かにその通りだと思うんですけど、めちゃくちゃねこのね黒いところに繊維がついてるんですよね。これなんで繊維ついてるかっていうと、まあ、毛が抜けてるからっていう理由もそうやけど、それ以上に多分静電ケア設計もしてるんですよ。だから静電気を抑える設計もしてるから余計張り付くんやと思いますね。だからこれは結構ね、人によってはストレスやと思うし、嫌な人多いと思うんですよ。なんでかっていうと、この外につくのはまあまだコロコロしちゃえばいいけど、次中ですよね。この中、僕今着てる黒のロンティーあったじゃないですか、最初に着てるやつ。これも今真っ黄色になってるぐらい毛まみれになってるんですよ。まあ、これアップで見てもらったら分かるのかな、まあ、この映像では分からんな。まあ今おそらくアップで見てもらえてると思うんですけど、結構ねついてると思うんですよ。だからこれももしかしたら洗濯したらマシになるっていう貼る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これに関してはめちゃくちゃ抜けてるなっていう印象があったりするので、これはね結構あ残念ちゃうかなと思います。だから特にこういう毛抜けっていうか、
こんなんが嫌な人っていうのはあんまり派手な色はやめた方がいいんかなと思います。まあ他やったらブラックとかもあったりするので、ブラックとかってあんま目立たへんと思うけど、こんだけ派手なイエローとかやったら結構ね毛がついてるのが分かったりするので、まあこれはちょっと人によっては嫌じゃないかなというふうに思います。まあ人によってはというか大体の人嫌ですよね。でよく言われるのが、まあちょっと話変わりますけど、バーサロフトっていうフリースもあるんですね。それもよく毛抜けるって言われるけど、実は2020年から改良されてるらしくて、あんまり毛が抜けないんですよ。だからあ、ラッキーフリースちゃんとノースレスもちゃんとしてんやと思ったけども、やっぱり初年度から出るやつってまだアップルと一緒ですね。アップル製品とかも結構パソコンとか iPad とかあるけど、初年度にアップデートされたやつちょっと不備があったりするってよく言われるけど、まあノースレスもそうなんかなと思って、初年度に出したやつでちょっと不備があったりするから、2年目で改良してきたり3年目で改良してきたりするんかなっていうのが、まあ、僕の個人的な印象かなと思います。ということで、まあ、最後はおすすめの人行きたいなと思うんですけど、おすすめの人がどういう人かっていうと、最初も途中もちらっと言ったんですけど、パーカーのイメージでよりあったかいのが欲しいっていう方なんかはこれ結構いいと思うんですよね。やっぱフードがついてる分、どっちかというとフリースより可愛らしくなるようなイメージがあると思うんですけど、普段からパーカー着てはる方とかやったらそのフードがいいねんっていう方もいらっしゃると思うので、まあそういった方はちょっとパーカーじゃ物足りひんなと、真冬になったらちょっと寒いなっていう方なんかはこれをフリースにしちゃうみたいな感じっていうのはいいんかなと思うし、なおかつ着脱しやすいように、ジップがついてたりするので脱ぎ着もしやすいし、普通のパーカーよりも着たり脱いだりっていうのはしやすいかなというふうには思いますし、もちろん保温力も高いっていうところがおすすめの人かなというふうには思います。なので結構おすすめの人は限られてくるというか、やっぱり毛を結構抜けるし、でフリースである理由ってあるって言われたら、まあまあ別に普通にパーカーでいいかと思ったりするので、まあまあこれは見た目が好きな人とかが買うべきなフリースなんかなというのは思いますので、皆さん万人におすすめするような感じのフリースではないかもしれないという感じになってますね。はい、ということになってるので、最後はサイズ感で終わりたいなと思うんですが、サイズがですね、僕今着てるのが L サイズなんですね。178cm69kg で L サイズを着用しているというところで、まあ、サイズ感に関しては特に細すぎることもなく、特に太すぎることもなく、もう至って普通のサイズ感というふうに思ってもらったらいいかなというふうに思いますが、本日はですねノースフェイスのフィルムフリースを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。